2021年上半期買ってよかったものランキングベスト5を紹介していきます。ではまず早速1位から、バーエンドミラーです。安いのにこんなに便利なのっていうぐらい本当に便利です。これは別に2021年上半期に限らず、今まで買ってきたサイクルグッズの中で本当に一番おすすめできます。やっぱり後ろ向くのが苦手っていう人もいたり、普通に首が痛いとかハンドルがぐらついちゃうとかっていう方にも本当におすすめです。パッて下見ればすぐ後ろ確認できるので、1000円でこんなに満足する商品って本当にないと思いますっていうぐらい私はご利用しできる商品かなと思います。続いて2位、こちらのアイウェアです。でこちらね、ボレーって言って自転車用のサイクルアイウェアではない、そこまで有名ではないし、店舗とかにもねあんまりこれボレーあんま見かけないんですけど、スキーのゴーグルとかで有名かなと思います。でこれね、一番驚いたのが価格なんですよ。これ皆さんいくらすると思いますかね。結構性能も良かったので1万円ぐらいするのかなって思ってたんですけど、なんと1000円から3000円です。安くないですか。めっちゃなんかちょっと安いんだったらあんまり信用できないなみたいな思うかもしれないんですけど、私も思ってたんですけど、このいつも私が使ってたこのアイウェアよりも正直性能はいいかなって思ってます。これね、まあお下がりとはいえ1万円以上満単位でしたんですけど、性能面においては全然ボレーも負けないというか、もうこちら私最近ずっとこれ使ってます。でこれね、まずサイズが女性用の顔のサイズにぴったりしてる。サイクルショップとか行くと大体本当になんかもう鼻が高い人に作られてるのか、男性用の顔のサイズに作られてるのか、外国人向けに作られてるのか、女性ってね本当になんかもう全然サイズが合わなかったりフィットしなかったり、顔の半分以上がレンズで覆ってしまうみたいなパターンが多いんですけど、このサイズのいい感じのサイズのフィット感ってねなかなかないなと思うんですよね。あ、なんかすごい部屋が汚いことがバレちゃう。サイズもね、まあ、ややちっちゃいかなレベルで、しかもね、なんかこういう金ピカって結構かっこいいじゃないですか。日光のギラつきとかも抑えてくれますね。そこは通常のアイウェアとほんと変わりないです。なんでこんなに安いんだろうって思うぐらい。あんま高いウェア買いたくないなっていう方だったらね、ボレー本当におすすめです。ということで続いて第3位は、こちらね、まああんまり今これからの時期は必要ないと思うんですけど、こちらです。じゃーん、ジレプライマルっていうところのやつなんですけど、ジレはあって本当に損はしない。逆に私なんかもうウィンブレを着る機会がなくなりましたね。であともしジレ新しく買うとか、まあ持ってない方が買うならバックポケットがあるジレを買った方が便利ですね。なんか聞いた話によると、後ろのバックポケットジレあんまりないっていうブランドの方がなんか多いみたいなので、ジレにバックポケットもあると普通に荷物とかも取り出しやすいので便利かなって思います。はい、夏とかでもね、ヒルクライムとかで寒い時とかにまあちょっと上から刺さって羽織るぐらいはできると思うので、ウィンブレよりも私はジレをおすすめしますっていう感じですね。で次第4位、はい、こちらじゃん、ワークマンの手袋ですね。さっき紹介したボレーと同じように、本当に安いのにこんなに性能がいいんだって思うぐらい私は重宝してます。サイクルショップとかで買う冬用のグローブってなんだかんだ高いじゃないですか。まあ高い理由はもちろんあると思うんですけど、ワークマンやっぱ最強だなって思いました。女性が好む色とかデザインが少ないっていうのは本当にそうだと思うんですけど、性能面では本当に文句なしです。なのでまあ秋とかね、これから寒い時期になってきたらまあワークマンの手袋あってもいいんじゃないかなと思います。次、5つ目、最後ですね。自転車 YouTuber であればめちゃくちゃ参考になるんじゃないかなって思うんですけど、こちらはねヘッドマウントです。めっちゃ便利。しかも一人で撮影している自転車 YouTuber ならこれ絶対ねあった方が便利です。まあデメリット
ットになるかは分かんないんですけど、一回これ取り付けちゃうと外すのがすごく面倒、頻繁に取り外すっていうことを前提として作られてないみたいなので、私はまあなんかGoPro で撮影しなくてもこれを頭につけたまま走行するっていう風にしてるんですけど、であとさっき一人で撮影してる自転車 YouTuber におすすめって言ったんですけど、一人で撮影してると、なかなか他人から見た自分っていうのが画角としてはもう不可能になるので、これを GoPro 取り付けてヘルメットを取って相手に渡して、こっから私が撮れるので話しながら撮影できるっていう、なんで私今までこれを思いつかなかったんだろうっていうぐらいなんですけど、でもこれは撮影者にとってはめちゃくちゃ便利ですだし、普通に1000円ちょっとで買えるので、お得だし便利だし、なんか私はもう元取ったかなっていう感じはしますね。今回紹介した5つのうちの4つはだいたい1000円ぐらいで買えるっていうお買い得な商品4つを紹介しました。皆さん興味ある方は5つのうちどれか買ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回5つ紹介してきたんですけど、今すぐ買おうっていうそういう緊急性とかはないんですけど、ちょっと今気になってるな、欲しいなって思っている商品もちょっとあるので、そちらもねこの後紹介していきたいんですけど、まずは新しい夏用のウェアが欲しいですね。私の友達のさきちゃんが動画で出演してくれてるんですけど、さきちゃんとサイクルウェアのショップに行った時に、パフェルミュールのめちゃくちゃ可愛いウェアがあったんですよ。で試着したらめちゃくちゃ可愛くて欲しいなって思ったんですけど、値段1万5000円ぐらいしたので、ちょっとなんかやっぱ衝動買いはね良くないって聞くので、ちょっとここは気持ちを抑えてもうちょっと考えてから買おうかなって思ったんですけど、ファッションとしてもね自転車楽しみたいじゃないですか。もうちょっと今これ悩んでる途中ではあります。はい。でもう一つなんですけど、ちょっとねいろいろなね最近バイクに乗る機会があるんですけど、黒堀乗ってみたいなっていう風になってきました。今まではねロードバイク、ミニベロ、電動ロード、クロスバイクとか結構そのスポーツバイク系には乗ってきてたんですけど、そういえば黒森に一回も乗ったことないなって思っていて、お金もねそこまであるわけじゃないので買うことは多分しないんでしょうけど、でもなんか普通に乗ってみたいなとは思いましたね。ロードとは違う楽しみ方とか、なんか乗り心地も違うっぽいので乗ってみたいなと思うんですけど、なかなかその乗る機会がなくて乗れずにいるっていう現状です。で、そのね、なんで黒森乗りたいかっていうと、黒森につけたら絶対に可愛いであろうバッグをカバンを見つけてしまったんですよ。ちょっと今日特別に見せるんですけど、じゃん、こちらです。革 100% のちっちゃいバッグなんですけど、ここ後ろでハンドルとかに取り付けたり、サドルの後ろに取り付けたり、これ付けたらレトロなのでいい感じで黒森に合いそうだなっていうので取り付けたいなっていうのもあって、黒森欲しいなって思ってました。ということで、2021年上半期はこんな感じですね。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。短くね。